皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です、この度ね、新年明けまして、新しいこう先生とともにこう YouTube を撮っていこうということなんですけども、去年の8月から実はこの森谷ドラムスクールは、新しい先生とともにですね、歩き出しまして、で、まあ、日々お二人はレッスンをやっていただいているわけなんですけども、まあ、こう今回ね、今年2023年、新たにちょっとお二人も YouTube の方に出ていってもらおうかなと思っておりまして自己紹介をちょっとねしていただこうかな。はい、はい、じゃあ匠先生からですか、はい、自己紹介をしていただいて。はい、森谷ドラムスクール大阪高校市に就任いたしました石原匠と申します。普段はバンドをやっておりまして、特にないな他が他に何も出るこれどんなバンドをやってるんですか。ね、はい、結構2ビートを多用するような、うん、ね、ドタンドタンがすごくいっぱい出てくる速いバンドです。なるほどなるほど、はい、はい、じゃあいいですか、はい、先生、森谷ドラムスクール姫路校の早川真奈です。はい、ありがとうございます。はい、ただまあこう講師を紹介するというだけではこの YouTube のこの荒波もう誰も再生してくれないので、いろいろやっていこうと思ってるんですけど、今日何をやるかというとですね、まあ森谷ドラムスクールの講師にお二人は就任していただいたわけなんですけども、一体森谷ドラムスクールのことをお二人はどれぐらい知ってるのか、10問を考えましたので、お答えいただきたいなと思います。もうこの森谷ドラムスクールの先生ならもう答えれて当然の10問をちょっとね今回ご用意させていただきましたので、それをやっていきましょう。よろしくお願いします。第1問、森谷ドラムスクールは何年何月に開校したでしょう。あ、わかるかも。カッチカッチカッチ、森谷ドラムスクールの講師なら答えれて当然のことですからね。すごく自信がない。じゃあ違う、だったっけ。ものすごい悩んでおります。第1問から、森谷先生に36ですか。あ、36、じゃあ30、今年7。あ、ちょっと、ってことは、1問目からえらい時間がかかっております。書けましたか、2人とも。はい、書けました。はい、匠先生からじゃあ出してもらおうかな。はい、はい、匠先生の答えは2010年10月違う。はい、ドラムの日、はい、10でね。ああ、この時にまだドラムの日は確立されてなかったからね。じゃあそもそも。はい、小田先生の答え2008年4月。違う。全然あかんやんか。答えは2009年の4月。あ、惜しい、めっちゃ惜しい。2人ともでもちょっと惜しい、近いね。めっちゃ惜しい、ね、はい、お二人とも不正解ということですね。第2問、2023年1月現在、森谷は何冊のドラム教則本を出版しているでしょう。これはもう分かります。ちょっと数えますね。改訂版は、改訂版なしで、なしで、改訂版なしで出ましたか、答えは。じゃあ、真奈先生、どうぞ。4冊。おお、正解。おお、やった。あ、たくみくんの答え5冊。ブー、すいません。はい。第3問、森谷の、1作目の著書の題名を答えなさい。その4冊のうちの、まあ、一番最初に僕が出したやつですね。正式名称です。まあ、正式名称やけど、まあ、そんなに副題まではつけなくても大丈夫です。これはもうね、たくみくんはこう楽器屋さんでね、こう働いてた時にかなりその本には触れてるはずなので、ちょっとやばい、なんか言っております。まだ小声で。はい、来ました、たくみ先生が書き終えました。森谷ドラムスクール、いいですか。はい、じゃあ匠君の答え、はい、
フレーズレシピ。おお。マネーさんの答え。練習パッドフレーズレシピ。あ、まあまあちょっと違う。ちょっと違うね、二人ともね。正解でいいでしょう。第4問。森谷ドラムスクール発表会は2023年で何回目となるでしょう。検討すらついてない感じがしてるかもしれませんね。はい、森谷ドラムスクール発表会は2023年で何回目となるでしょう。これは分かったかもしれない。おお。年に2回したこともありましたか。ありました。ありました。あ、それは何回しましたか。ああ。ヒントも言ってる。書き終わってるんじゃないの。まだ変更可能。何回やったかな。でも2回か3回か。で結局生徒さんがあんまり集まらなくて年に1回にしたっていうことがありました。へー、うんうんうん、多分大丈夫。おお、素晴らしい。そんな自信あんの。まあもう森谷ドラムスクールの講師なら当然のことですからね。はい、いいですか。たくみくんの答え。15回おおは、うん、違います。はい。和田先生の答え。13回。全然違います。答えは19回目です。すいません。あんなに自信あったの。第5問。森谷が使っているドラムセットのメーカーとシリーズは何でしょう。あ、これは良い。これは聞いたことあります。うん、あんまりドラムスクールとは関係ないことやけど、たくみくんが楽器屋をやってた時に僕のドラムセットのオーダーに関わってくれてた。最終納品したのは私です。そうそう、たくみくんが納品してくれたので。はい、はい、ではたくみくんの答え。パールリファレンシリーズです。はい、正解です。よかった。おなえ先生の答え。パールのリファレンス。おお。あんまりスクール関係ないところは強い。スクール関係ないところで2人正解する。おなえさんが3。やった。たくみくんが2。あ、負けてる。まあ、やったーっていうほどの数じゃないけど。違う。第6問。森谷ドラムスクールの YouTube 生配信は毎週何曜日の何時からやってるでしょう。これはもうわからない。これはわからないですね。こう YouTube の視聴者さん怒ってくるからね。はい、はい、書きましたか。じゃあ真奈先生の答え。金曜日の9時半から。お、正解です。やった。たくみ先生の答え。金曜日21時。これは見てない。これは見てない。池脇さんの YouTube 見てるわ。第7問。森谷がドラムマガジンに寄稿したセミナー記事のテーマは何でしょう。僕最近ドラムマガジンに載りましてですね、それにセミナー記事を寄稿させていただいたんですけども、その記事のテーマ、何をテーマに僕は記事を書いたでしょうか。ははーん。読んでないな。いや、見ましたよ。見たんですけど。見たんですけど。テーマは何でしょう。テーマ、その内容はなんとなくわかるな。それを言ったらええねや。僕がね、幼い頃からいい目に見てたドラムマガジン掲載、その掲載したテーマ、何でしょう。すごい小声になってきてます、二人が。書けましたか。一応かい。自信のなさが声に現れてます。じゃあ、和田先生の答え。フレーズ作り。違う。たくみ先生の答え。プロ講師が教えるルイビルンです。あー、でもぽい。全然違う。
なんかこのプロ講師が教えるってフレーズめっちゃ多いこれは合ってる、こっちは多いそれは合ってる高速パスドラム3連打エクササイズ全然違う第8問、森谷が運営しているオンラインサロンの名前は何でしょう。これはもうね、はい、じゃあ小内先生の答え、 MDS ドラムラボ。おお、正解です。たくみ先生の答え、 MDS ラボたくみくん不正解。たくみくんやばい。たくみくんやばいで、やばい、怒られる、これ絶対第9問いきます。森谷亮太シグネチャースティックの長さと太さを答えなさい。重さやったら分かります重さは個体差があるので、これもね、たくみくんはこう楽器屋さんの元店員ならえ分かることなんじゃないですかね。幼い頃からスティックを出すのが夢でした。この叶えられた夢、スティック、それの長さと太さ答えなさい。お、書きましたか。じゃあたくみくんの答え、416-15.1。おお、でもまあ近いところもあるし、そこまで細かく刻まなくてもあーそうなんですか、いいですけどね。はい、でもまあ違います。はい、じゃあマナイ先生の答え、1.6センチ、はい、長さが30センチ。キッズスティック、キッズスティック。はい、答えは410mm×15mm。 あー、うん、すごい、すごくないで全然最後の問題です。サービスポイントありですか。あー、サービスポイントありにしましょうか。じゃあ今、じゃあ、小内先生のポイントが5ポイント、たくみ先生2ポイントなんで、これ正解した方はじゃあ5ポイントを贈呈しましょう。まだいける。いきます、いきますよ。第10問、森谷が飼っているチワワの名前を答えなさい。偉大なる森谷先生が飼っているチワワ、それの名前は知ってて当然森谷ドラムスクールの先生なら、これ SNS に載ったことありますか。名前、名前あります。ヒント、おお、ヒント、木の実、木の実、木の実、うん、木の実、うん、ですかね。なるほど、うん、分かった。おー、嘘、え、どうしよう木の実。第2のヒント、英語です。え、全然違う、英語、英語の木の実の英語。果たして俺もその名前が英語で合ってるのかどうかがちょっと正直定かではないけど最終問題ですから、これ5ポイント、これ5ポイント、5ポイントあります。これはむずい、むずい、したいな木の実といえば、木の実といえば、え、秋、秋、食べれるやつですか。食べれます。ケーキになったりしてる。あ、ケーキ、あ、わかった、あ、わかったかも。マナイ先生の答え、マロンちゃん。おお、正解、お、やった。たくみ先生の答え、お、マロンちゃん正解どんだけヒント出すの。マナイ先生が10ポイントマナイ先生が7ポイント逆転ならずということで、そうやな、たくみ先生にちょっと最後のチャンスを、お、ちょっと
与えようかなと思います。じゃあそれでは、はい、やっていきますね。お願いします。森谷先生はショックです。なんであんな感じで違います。やったー、イエーイ、嬉しい。